配下のおっさん、何の用だ？ルミナクロスか。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ちむちむうさぎです。今日も楽しくドットハック10ボリューム1最短を実況プレイしていきたいと思いますので、初めましての方もそうでなく、引き続きご覧になってくださっている皆様もどうぞ楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。さてさて、前回は結構イベントムービーだけでね終わっちゃった回になっちゃいましたけど、今回はどうなるんでしょうか。全く予想できない状況ですじゃあね、早速まずはセーブをさせていただきたいです。ちょっとね、セーブを忘れたらゲームオーバーになった時大変なんでね、いつも言ってる通り他の実況プレイヤーさんも注意してくださいねよし、じゃあね、大化のおっさんに会いにルミナクロスの方まで行きたいと思います。タウン転送からルミナクロスと。1回戦勝ったな。ああ、まあそれくらい当然だ。何しろわしの弟子だからな。弟子になった覚えはねえ。おめえに合わせて連中がいる。ついてこい。合わせたい連中って誰やろな。またなんか天狗みたいな人いっぱい来るんじゃんあれ、てかいつもの場所とは違う。あ、反対か。なるほどね。え、でか、なにこれ。ホテルニュー淡路違うか。よし、じゃあ早速大化のおっさんのね合わせてる連中誰やろな。天狗かな、また別の天狗とかかな行くぞ行くぞってどこにだよ。イコロンの根城だ。イコロ？入団条件がアリーナのチャンピオンだけというイカれたギルドでな。なんでそんなとこへ。つうか他人のアットホームにはキーがないと。ほらよ、これあんたなんで。うるせえ、グダグダ言わずについてこい。へえ、珍しいギルドもあるもんですね。門番さんか、なるほどね。警備を怠らないと。じゃあ早速入りましょうか。はっきり言ったらどうだ。イコロの秩序などどうでもいいと。大家、貴様。誰こいつ。知らん。今は取り込み中だ。うせろ。こいつもイコロなのか。元イコロ、わしと同じだな。あとはそうさな、高魔球トーナメントの参加者、つまりおめえのライバルという解釈もできるな。ライバル？こいつが？弱そうだよ。んだと？ふざけんな！ふざけてんのはお前だ。高魔球のチャンピオン、陽光様の名前を知らないのかい？全チャンピオンだ。うるさい。今のチャンピオンはエンデュランスだ。お前が負けちまったからな。黙れこの電柱狼、すぐに返り咲いてやる。負け犬の遠吠えだな、小豆娘が。分かっただろ。お前と私じゃ格が違うんだよ。あの女。これが今のイコロだ。ん？熱意を失ったギルドマスター、プライドが空回りしている団員。わしが目指していたイコロはこんなものだったのか？ああ。アリーナでおめえの戦いを見たときな、懸命に戦うおめえの姿を見ていたら、枯れたおっさんは思っちまったのさ。こいつがチャンピオンになったら面白いってな。面白いかどうか知らねえけど、俺はなるぜ、チャンピオン。なるほどね。今のイコロが腐りきっているから、大家は長谷尾にね、今のイコロを変えてほしいと、そう夢を見てるんでしょうね、多分長谷尾君にね。であの子めっちゃ可愛かったね、あずき少女。名前何やったっけ、忘れちゃいましたけどね。よく忘れるね、ほんとね。リアルの生活でも俺ね、よく名前を忘れるんですよ。そう、何回か聞かないと名前を覚えられないのよねほんと恥ずかしいね。じゃあログアウトして、メールをね確認したいと思います。今回ももしかしたらね、ムービーの回になっちゃうかもしれないですけども、まあ、ムービーの回はムービーの回でね、俺も見てて面白いんで、まあ、ありと思ってください、皆さんね。すいません。じゃあ、メールの確認したいと思います。はい、1件来ていますね。お、ヤタから。調査指令。パイを幕穴のカオスゲートで待機させている。至急合流してくれ。詳細はパイに伝えてある。彼女の指示に従え。わかりました。トライエッジの情報のためか。くそ、やたのやつ。それじゃあね、せっかくやし行こうかな。でもね、12分、どうかな。ちょうどいいっちゃちょうどいいけど、いやでも次回に回した方がいいかもね。ちょっとね、気分転換に今回はね、この画像をちょっとねまた変えようかなと思います。今回はどれにしようかね。これにしようか。お、いいね、これにしとこう。結構タイムリーですねじゃあね、どうしようかな。時間はあるんですけど、ちょっとねキリがいいからね、ここでじゃあ軽く BBS プチ BBS 回をここで挟みましょうかね。せっかくなんで、まあ、次回にね、ヤタの指令の方シナリオを進めていこうかなと思います。じゃあね、 BBS 回挟みましょう。バグ？はてな。さっき変なモンスターと遭遇した。何度殴っても HP が全然減らないし、状態異常も全然かからないし、逃げ無理玉使っても逃げられない。仕方ないんでパソコンの電源ぶっこ抜いて強制ログアウトしたんだけど、誰かこういうやつと戦ったことある？アルテのバグ？それともイベントモンスター？ CC 社に通報した方がいいんかな。ずいぶんワイルドな手段を使いましたね。キャラクターデータは壊れていませんでしたかせやな、ちょっとパソコンをね強制終了するのはちょっとあーんって感じやけど、そのようなイベントは聞いたことがございません。おそらくはバグだと思います。そのモンスターですが、どのような外見をしていたんでしょうか。お聞かせいただけませんか。トライエッジかな。心配サンクス、全然大丈夫でしたさ。普通にホーリーイーターだったんだけど、ああそういえばエフェクトが壊れてるっぽかったな。黒いつぶつぶがモンスターの周りに出て、ああこれもしかしてねえ、これアイダじゃないかな。黒いつぶつぶってことは気になるところですね。バグかな。バグご愁傷様だよ。大変だったね。ちなみにそのバグモンスターと会ったのはどこ？ふむ、黒いつぶつぶですか。詳しくお話を伺いたいのですが、どこかでお話できませんでしょうか。ぜひともよろしくお願いします。うわ、ギルドマスター様、全然顔出さなくて申し訳ないです。エイリアワード忘れたんか。それはちょっと残念やな、聞きたかったな。サードキャラでレベル上げ中なんだよね。レベル上げの合間に話するんでよければ俺は構わないけど。こらこらそれって失礼じゃない？ちゃんと向かい合ってお話ししようよ。話がそれてってるな、どんどん。もっと肝心な話が聞きたいな。あー、こんだけか。ちょっと気になるな。でも黒いつぶつぶをまとったホーリーイーターか、気になるな。マルチウェポンというジョブということで、スレを立ててみました。元のスレはジョブエクステンドです。このスレはマルチウェポンが他のジョブより弱いと言われるのにはちゃんと理由があるんだよというスレッドです。では講師の方々、説明の方よろしくお願いします結局人任せ、お願いします。お前もかい。お前も人任せかよ。解説。長所、何種類かの武器を使える。ジョブエクステンドでキャラの見た目が変わる。かっこいい。短所、様々な武器を使えるが、これといって得意な武器はない。レベルが上がるほど他ジョブとの、武器周熱度の差が、結構空いてくるってことか。なるほどね。まあ広く浅くみたいな感じかな。マルチウェポンってジョブを一言で言うと、器用貧乏うまいこと言うな。とにかくこれに尽きる。先のレスを見ても分かるように、マルチウェポンの長所ってのはプレイヤーの気持ちやイメージの部分、バッサリ言ってしまうと自己満足の部分に補うところが大きい。システム的に割り切ってみるんなら、マルチウェポンは基本的に何らかのジョブの劣化版に過ぎない。はい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 。どんな武器を使おうと武器周熱度がその武器の専門職に及ばないから。結果的にマルチウェポンは一見あらゆる状況に柔軟に対応できるように見えるけど、実はあらゆる状況で全く、楽ができないジョブになってる。まあぶっちゃけ体感的に弱い。なるほどね。死の恐怖はそこで俺の名前出すなお前ら。でも PKK の死の恐怖がすごく強いって聞きました。死の恐怖の人ってマルチウェポンですよね。マルチウェポンなのに強い人っているんでしょうか。単純にプレイヤースキルの、問題だと思うよ。あとは装備とかアビリティにかけてるお金が普通じゃないんじゃないかな。レアなアビリティとか普通に持ってそうだよね。ということはマルチウェポンも装備品やアビリティ次第で強くなれるってことですか。ある程度はね。でもアビリティでキャラを強化するのはマルチウェポンだけじゃないっていうのが一番の問題かな。もともと突出した能力を持っているジョブが突出部分をアビリティでさらに伸ばしたらマルチウェポンじゃ太刀打ちできないと思うよ。結局のところ本当に頼れるのは自分の腕だけだということだ。どんなに頼れるアビリティも確率の女神に見放されればなきに等しい。そう、アビリティなど不要。へえ、自分を信じるってことか。なかなかあれやな、熱いな。熱っ、ノグムクさん熱っ一緒のこと言ってるやん。じゃあ装備もアビリティもプレイヤースキルもかけ、わからん、読めへんこれ。何やったっけな片方が残党士でもう片方がマルチエポンだったらどっちが負けますか。マルチエポンが負けると思うよ。完全に同じ条件で戦えばマルチエポンの方が削り負ける。間違いない。マルチエポンの負けですね。負けるだろうね。マルチエポンがいくらエンデバースピリッツを燃やそうとも越えられない壁はあるのさ。うわ、結局茨の道なんですね、マルチエポンって。そうなんかな、ようわからないけど、うん、でもね、ハセはマルチエポンとしてすごい活躍してたしね。あかん意味でですけど新規書き込みなしと。クリムゾン VS 情報ゲットです。クリムゾン VS のリアルカードが発売されるそうです。サービス停止で困ってる方は購入してみては。情報ソースはとあるゲーム屋の店長さんです。クリムゾン VS っていうのはあれですね、ガスパーのリアルのねプレイヤーも夢中になってるあのカードゲームですね。おお、本当っすか。早速クリムゾン VS 版のみんなに教えてくるっす。あったな、そういえばクリムゾン VS 版見てへんな。便乗で書き込ませてもらうね。クリムゾン VS そろそろ再開されるみたい。サーバー施設、新バージョンの開発、どっちもうまくいってるらしいよ。ま、あくまで噂なんだけどね。今日の取れたて。リアルカードの発売日とサービス再開日がかぶったら確実にリアルカードが売れなくなる予感。まあ普通に考えればリアルカード発売、リアルカードが盛り上がる、サービス再開とこういう流れになると思います。ザ・ワールドにクリムゾン VS にリアルカードまで懐が痛すぎます。そやな。でも最近ね、トレーディングカードゲームのねブームもね去ってるんじゃないかな。あまり知らないけど、まあ、遊戯王とかデュエルマスターズとかね、今やったらヴァンガードとかバトルスピリッツとか今はいろんな、ね、有名なカードゲームが出てきてますけどもね、どれぐらい流行ってるのかね、今の俺にはさっぱりわからないですけども、まあなんといってもね、俺は遊戯王もね、どこまで見たっけな、漫画をね最後まで読んでね、武藤遊戯くんのね遊戯王とでデュエルマスターズをねちょっとかじっただけなんでね。黒すぎやとかトレーディングカードのゲームなんか話になっちゃってるな。あかんな。じゃあアポカルルを最後に見て終わりましょうか。今回はね結構書き込まれてるぜ。すごいね。素敵ケモガビさんかっこいいね。僕のギルドの素敵なお方ガビさんラビン絵が上手い人ってどうしてこうなんていうか、そのおかしな人が多いんだろうな。よく言われるよこれは。芸術家ってねおかしな人多いらしいですよね。まあ人とは違ったセンスを持ってるって点ではまあ面白いですね。人とは違うセンスを持ってるからそういう素敵な絵が描けるっていう。何ちょっと待って怒るよこれ絶対。もうガスパーやん。獣人 PC 時々怖くないだろうか。私のギルドに普段可愛いことで有名な獣人 PC がいるのだが、この前軽くからかってみた。牙を抜かれたきっと野生を刺激しちまったんだよ。ガタガタブルブル怖いね。ガスパーもあんなになっちゃうんかな。それは嫌やな。歯磨けよ面白いな。 PK されちゃいました。おいおいおいお前ら、ボルドーネギ丸グリムやったっけな。さっき PK されちゃったんですが、この人たち右の赤い髪の人がすごい気合い入ったロールしてました狂気系あんなに徹底してる人初めて見ましたよ。有名な人なんですか。むしろロールやないんやないかな。あ、関西弁か。ロールやないんやないかな。リアルでもそんなんとか怖っ。あんま関わらん方が良さげやね。名神は名前か。名前はなんて言うたかな。胸俺もこの間こいつらに PK されたっけ。こいつの詳細俺も知りたい。ボルドーちゃんですよ、ボルドーちゃん。赤髪の人なかなかかっこいいじゃありませんか。うんうん、いやそんなにかっこよくないよ。あれどっかで見たことあるなアスタとお前予定やないか。私もなんかねパーティー組んだ人に殺されちゃったん。こんなんあり。もう女の子の方がめっちゃ可愛い子ちゃんだったからパーティー組んだんに、もうなんで私 PK されたんだろう。でもねアスタちゃんはねリアルは男なんでね、ネカマなんで気ぃつけてくださいね皆さんね。なんてざまだ、なんて日だみたいなザワールドやめようかな。いやそんなんで負けたらあかんよ。2回も PK されたことはショックかもしれないけど、それ以上に楽しかったことの方が多かったんじゃない。よく思い出してみて。まあそうですよね。で結局ねボルドーの名前は出てこないんやなこれ。話ずれてる話ずれてるボルドーの名前結局わからずじまいか。死の恐怖、あ結構書き込まれてるね。リキッド、そういえばさ最近この人見なくなったよね。どうしちゃったのかな。いますよここに。現在進行形ですよ。ザワールドの仕様じゃ同じ名前の PC で作れないし、キャラ作り直したんじゃないですか。最近同じ名前の人がアリーナに出てるんじゃないですか。にゃんこハセニャン、かっこいい死の恐怖だけじゃ面白くないんでにゃんこ投入ですハセニャンいいおあかっこいいじゃん。いいでしょかわいいでしょと遊んでばかりいると死の恐怖様にさっくり生かされそうなので、かっこいい絵もあげておきます。おおかっこいい、かわいい絵もかっこいい絵も描けるのってすごいですね。とにかく描くべし。そうですね。そう絵うまくなりたい人、もしかしたらねこの実況を見てる方いらっしゃるかもしれないんですけどね。まあ俺も絵うまくなりたいんですけどね、やっぱりね描くこととね他の人の作品を見ることっていうのはこの2つはやっぱすごい重要ですよね。俺もよくねこの2つをね意識して毎日精進しております。そうか分かりました。描きまくってみます。できたら見てくださいね。あとねそう人に見てもらうこともねなかなか大切ですよね。まあそういうね絵の話もちょくちょく挟みつつね、今回はこれで終わりたいと思います。次回はねヤタのねそのイベントクリアしたいと思いますので、また次回もご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん次回またお会いしましょう。さよなら。